キ87は第二次世界大戦中に計画された日本陸軍の試作戦闘機。開発製造は中島飛行機です。開戦からほぼ1年が経過した1942年昭和17年末、 B-29 の開発およびその概要に関する情報が明らかとなりました。その予想を超えた超高性能は日本軍航空関係者を驚愕させ、高度1万メートルからの日本本土空襲が予想されました。そしてついに1944年昭和19年6月16日未明、 B-29 による初めての日本本土空襲が行われます。その後も B-29 爆撃機は高高度を悠々と飛行し、日本本土上空にいともたやすく侵入してきました。下級機として排気タービンが装備されていました。アメリカは1920年代から排気タービンの研究を始め、開戦時にはすでに B-17、B-24 などの爆撃機には使用していました。しかし排気タービン装備の正式戦闘機を配備するまでには、アメリカでさえ研究開始から十数年を要していました。日本においても第二次大戦開戦以前より排気タービンの研究や開発は行われていましたが、耐熱金属の原材料であるニッケル、タングステンなどの鉱物資源を安定して確保できる保証もなく、その他数々の技術的難題もクリアすることができずに、成果は得られていませんでした。当時の日本には排気タービンに関する開発機関、物資、基本的技術、そのすべてが不足していました。しかし日本陸軍は1943年昭和18年6月24日、中島飛行機と立川飛行機の両者に対し、それぞれに機87、機94の試作番号を与えて、排気タービン下級機装備の高高度戦闘機の開発を命じます。中島飛行機では三鷹研究所機体部と太田製作所の協力で、1942年昭和17年11月設計に着手しました。機84ハヤテの発展型ともいえる機87には B-29 迎撃のための高高度性能と強力な武装が求められました。空中戦高度1万メートル以上での十分な性能を発揮する発動機の試作開発が推し進められ、国産空冷エンジンの傑作であることぶきを18気筒化し、排気タービン下級機を装備させた波4412ルを採用しました。本来ならば、操縦室の与圧、空調も必要でしたが、この分野においては中島は経験に乏しく、被弾した時の事故などを考慮して中止とし、大量の酸素ボンベを携行することで妥協としました。排気タービンの配置や複雑に絡み合うダクトの処理、システムの冷却も大きな課題でした。機87は被弾時の燃料漏れによる火災を防ぐため、発動機後方の右側にタービン下級機を設置し、操縦席は少し後退させ、中間冷却機などの装備スペースを確保するという方式を採用しました。しかしこの方式は排気タービンの加熱が問題となり、エンジンにも悪影響を与えました。試作1号機は1945年昭和20年2月に完成し、直ちに生産予定の資材調達が開始されますが、すぐさま行われた試験飛行ではエンジンの不調、排気タービンの加熱問題のほかに、新しい試みであった90度回転し後方に収納する電動式の主脚の動作不具合にも悩まされました。このため増加試作機では機体下面に排気タービンを設置する形にすることも検討されていましたが、すでに戦局は終局段階にあり、中島飛行機の各製作所は米軍機による猛爆にさらされていました。そのため機87は
5回のテスト飛行を実施しただけでそのまま終戦を迎えました。多くの課題を残した機87でしたが、操縦性は悪い癖もなく、機84ハヤテよりも感じが良い機体ではあったといいます。完成したのはこの1機で、中島において試作された最後の戦闘機となりました。あなたにも先人の声が聞こえます。